1961年、アムステルダムスキポール空港でのモダンジャズカルテット。コニー・ケイは左端。コニー・ケイはアメリカ合衆国のジャズドラマー。長く、モダンジャズカルテットのメンバーだったことで知られる。独学でドラムを学び、サックス奏者レスター・ヤングのクインテットに1949年から1955年まで所属して演奏活動に入り、 スタン・ゲッツ、コールマン・ホーキンス、チャーリー・パーカー、マイルス・デイビスなどとの共演経験を積んだ。1950年代初めから半ばにかけての時期には、アトランティック・レコードで、リズムブルースのセッションをこなし、ビッグ、ジョー・ターナーの、シェイク・ラトル・ロールの録音などに参加した。K は、1955年に、MJQ 結成時のドラマーだったケニー・クラークに、代わって、 MJQ に加わり、このグループが解散した1974年までメンバーであり続け、その後も1990年代まで時々行われた再結成に参加した。また、他方ではアイルランドのシンガーソングライターであるバン・モリソンの最も重要な数枚のアルバムでもドラムを演奏しており、アストラル・ウィークスのほか、セント・ドミニクの予言の一曲、 テューペロハニーの4曲に参加している。K はドラムセットに様々なパーカッション類を追加していたことでも知られており、特にティンパに小さなシンバル類、トライアングル、ベルツリー、ダラブッカを用いていたが、ダラブッカは2006年の記事でエキゾチックな外見のドラムと紹介されていた。ありがとうございます。